ルートビヒミース・ファンデル・ローエは20世紀のモダニズム建築を代表するドイツ出身の建築家。ルコル・ビュージエ、フランク・ロイド・ライトと共に近代建築の三大巨匠、あるいはバルター・グロピュスを加えて4大巨匠とみなされる。レス・イズ・モアやゴッド・イズ・イン・ザ・ディテールという標語で知られ、近代主義建築のコンセプトの成立に貢献した建築家である。 柱と梁によるラーメン構造の均質な構造体がその内部にあらゆる機能を許容するという意味のユニバーサル、スペースという概念を提示した。ミースはドイツのアーヘンに破壊しや暖炉を主に扱う石膏のネーデルラント系の父、ミハエル・ミースと母、アマーリエ・ミースの息子として生まれた。大学で正式な建築教育を受けることなく地元の職業訓練学校で 製図工の教育を受けた後、リスクドルフの建築調査部で漆喰装飾のデザイナーとして勤務。1906年にブルーノ・パウルの事務所に勤務。パウルの事務所の同僚の紹介により、1907年に最初の作品であるリール帝を手掛けている。この仕事が認められたことにより、1908年から1912年まで建築家、 ペーター・ベイレンスの事務所にドラフトマンとして在籍し、建築を学ぶことになる。1912年、独立して事務所を開設。1913年、アダ・ブルームと結婚。アダの紹介により、ベルリン近郊の富裕層の住宅の設計を手掛ける。1927年、ドイツ工作連盟主催のシュトゥットガルト住宅店に参加し、ベイレンス、バルター・グロピウス、 ルコルビュージエ、ブルーノ・タウトラと共に実験的な集合住宅を建設した。バルセロナ・パビリオン1929年のバルセロナ、万国博覧会で建設されたドイツ館バルセロナ・パビリオンは鉄とガラスで構成され大理石の壁を排したもの、モダニズムの空間を実現したものとして建築史上有名。なお、同館のために ミースがデザインしたバルセロナチェアもモダンデザインの傑作として知られる。パビリオンは博覧会終了後に取り壊されたが、1986年に同じ場所に復元され、ミース・ファンデルロー駅年間となっている。グロピウスの推薦で1930年からバウハウスの第三代校長を務めた。ナチスによってバウハウスが閉鎖されたため、アメリカに亡命した。 1938年から58年、シカゴのアーマー大学建築学科の主任教授を務め、クラウンホールをはじめとする、同大学のキャンパス計画を手掛けた。1944年には、アメリカ市民権を獲得。ファンズワーステイ司法をガラスの壁で囲んだファンズワーステイも代表作の一つ。週末別荘として建てられたもので、建設費が当初予算を大幅に超えたため、 セシュのエディス・ファンズワースと訴訟沙汰になったガミースが勝訴した。2003年にオークションに出され、地元のナショナルトラストが取得した。シーグラムビルディング超高層ビルの実作品として、ニューヨークのシーグラムビルディングがあるが、モダニズムの超高層ビルの中では、ソンのリーバハウスと並んで、最も優れたデザインの超高層ビルとも言われている。他の代表作に、 ブルノのトゥーゲント・ハットテイレイク・ショア・ドライブ・アパートメント、ベルリン国立美術館、新ギャラリーなどがある。ポストモダンの建築家、ロバート・ベンチューリは、ミースの標語、レス・イズ・モア、をもじり、レス・イズ・モレ、と皮肉った。2001年、トゥーゲント・ハットテは、ユネスコの世界遺産に登録された。レイク・ショア・ドライブ・アパートメント入りの移行家、大学クラウンホールトゥーゲント・ハットテ ベルリン国立美術館、新ギャラリーバルセロナチェアスパルタクス団放棄の記念碑。ありがとうございます。